ハロー、ベイビー。スロットの未来を愛してる。6号機の新しい未来を愛してる。中山です。はい、ディスクアップ2です。待望の新台。はい、本日は1月26日水曜日、ビッグマーチ西川田店さんに来ております。はい、今回トータダイは、はい、待望の初打ち初実戦ディスクアップ2です。本日マキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあめっちゃ熱い機種がいっぱいあって、必ずてっぺんが入っている感じで、全体的に暑い一日となっております。はい、ということで、あとは今日は新装開店初日でね、この新台ディスカップ2が導入日ということでディスカップ2取れました。はい、これはあのめっちゃ打ちたかった機種なんでね。さあ、6号機のディスカップどんなものか、はい、初打ち楽しんで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、1枚目千円札10枚いっぱいある。1枚目ではよろしくお願いします。おいおい、さあディスカップ2です。おおおお、はい、めちゃめちゃこれ打ちたかったっすよ。はい、バーサスリバイズと同じぐらい打ちたかった機種。はい、とりあえずディスカップがいよいよ2になって、おお、なんだこの出目、こんな出目が。そう、リーダーヘルスが結構、左は変わんないけど、この辺が変わって、みたいな感じで、リーチ目がどうなんだと。ね、こんなんなかったもんね。入ってんじゃないの？まあ、さすがに入んないか。はい。まあ、前作と変わるって、まあ、ちょいちょい変わってますけどね。ビッグの枚数が減ったり、レギュラーも。まあ、6号機なんで。あとはまあ ART だったのが AT に、おお、 AT になったりとか、おお、この違和感満載。これは9枚なんだろうね。うん、すごいなこのデメ。はい、こんな感じですね。あとまあビタ押しが今まで通りプラスアルファ、なんか3リル全部押すやつとか、なんかすごいそんな感じ。ストップとはエースの法則は変わってないと思うんで、同じように違和感あんな、同じように打てんじゃないかなとは思いますけど。おー、リーチ目っぽいけど入ってないよね多分ね。こんなあっさり入んないもんね。うん、あとボーナスなんか1枚掛けができないから3枚掛けで揃えるとか、まあとう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 、まあ打ちながら模索していきましょう。これも違和感あるけど、はい、まあ楽しみっすよ、楽しみ楽しみ。うん、スイカ外れで入ったと思ったら、ここの9枚、なるほど、こんな感じでリールハイツが変わってるんで、いや、びっくりした、今。はい、現在376ゲームです、早くも2枚目、うん、まあ、この辺はディスカンプ。まあ46枚貸し460枚で376ゲームなんで、まあ6号機なんでベースは甘くなってますね。うん、こういう違和感の出目、まあとりあえず初打ち早くリーチ目が見たい。うん、早く当たってほしい。
の、あ、スイカがあるのか。これ多分これはリーチになるんじゃないかな。スイカ多分こっからないよね。あ、ないはずだよね。一応狙いますけど、うん、これリーチ目でしょ、さすがに。音符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 、いや、これは入ってるよ。あ、てか一部だけできないから多分入ってると思うけど、入るよね。599、やっと入った。どうなるな、右バー狙いが多分いいと思うんだよね。まずはバー黒で レギュラーを狙うか。リプレイ、あ、多分これでレギュラーが外れたんで、青七も否定した、外れてたの、ああ、ってことっすよね。これで黒か赤7、うん、どうしよう、黒狙うか。あ、黒が外れた、ということで赤7、赤7です、赤7です。残りメダル1枚、揃えらんないじゃんね。あ、はい、投資は多分これ追い足しになるよね。1枚できない、はい、追い足しで。投資は17本、はい、17本。朝からハマったけど頑張ろう。さあディスカップ、ここからビタですね。で枚数調整がまず右から赤7を狙って、で左がこれいつも通り、これで OK で、今回枠下バー練習しましょう。これ早い、来た、早い、はい、なるほど。おお、いきなり来た。これ3つのやつどう。あ、これ失敗、多分失敗。あ、左は成功したみたいな感じ。あ、1回しか成功しないから5ゲームだったみたいな。ああ、むずいな、さすがに。はい、多分3、4回失敗して29、あの、あれもあれだったかな。さあ、せっかく1回目なんで見よう。はい、はい、次よ、はい、はい、オッケー、よし、とりあえず いっぱい金使ったけど、とりあえずダンスタイムは入ってくれて、で、今回は、あの、アフロが、アフロは違うキャラ、アフロじゃないキャラが弱い、ミヤだっけ、あ、これか、これ、はい、ミヤ、これが今までのアフロ、20ゲームです、で、AT です、AT、まあ、基本的に、打ち方は一緒ですけど、AT、まあ、リプレイは、通常して一緒みたいな、パシューンが鳴ったら黒みたいな感じ。爆発してくれたから進むね、よかったで。あ、また一緒か、なんかシルエットが怪獣みたいだけど。お、パシューンでスイカ、前作だったらめっちゃ熱かったけど普通にあんのかな。何これ、欲しいけど、どうなの。はいはい、普通にスイカ揃うんですけど、マジで。はい、ここで終了って感じ。191枚、確かビッグが200枚だからちょっと減ったのかな。はい、で AT なんで、この後あの転落リプとかそういうのないっすね。やっぱ AT だから、うん、ナビがないとメダルが減るから、なんか減ってる感覚もあるけど、どうなんだろうな。お、エースのストップ熱いんじゃないの。ちなみにメダルはもう残り1枚しかない、スイカなのかな。
スイカのストップストップストップで発展してない。これはさすがに入ったんじゃないの。スイカでメダルが6枚、超寸止め。またなくなっちゃうんじゃない。スイカだったらビッグだよね。どうすればいいんだこれ。ほら遅れだもん。多分入ってます。ビッグが入ってるはずです。スイカで右からか。あ、青菜ならめっちゃ滑ったと思われます。青菜だと思われます。 OK、 よかったよかった。寸止め、めっちゃ寸止め。3枚でできるよね。3枚でできる。うん、あの普通のやつは多分2回ぐらい失敗で結構乗った。あのサンリール押せが手ごわい手ごわい。はい、入らない。はい、現在254ゲームです。メダルなくなりました。いつも通りの追加投資。いやー、初打ちでスタートから、うん、非常にパッとしない展開ですね。お、これは多分熱いんじゃないの。うん、まあ9枚オーバー、一応スイカ狙いますけど。あ、外れた。これはリーチ目だ。267ゲーム。どうだろうね。1万役とかないもんね。滑ったんじゃないの。リプレイ。あ、これはレギュラーってやつか。あ、レギュラー外れた。レギュラー外れた場合どうせどっちなんだろうな。なんかわかんないよね。メダル使うよね。赤菜狙うか。赤菜でいいでしょ。はい、めっちゃメダル使うなこれ。まあいいでしょう。投手は18本。18本。一応3分の1も1回助けられて全部成功なんだけど。24、少ない。3とかばっかだったな。じゃあいるよ。あどうだろう。ああ、BB だ。外れなのかリーチ目かは分かんないけど、一応入ったらしい。143。リーチ目になるのかな。まあいいや。OKOK。まともに。あ、これはどう。バーも青菜も否定ってことか。なんだ、なんか光ってんね。なんかあんのかなこれ。わかんない。リプレイ。あれあれあれな、バーがあれだったのか。はい、ここで初めてレギュラーっす。で、レギュラー中はとりあえず、このパシューがなったら黒を狙うみたいな。で、あとは適当、こう、ベロリンは適当していいらしい。ちょっとしか出ないっす。そうそうそう。で、このキャラでなんだらかんだら。で、レギュラー中もたまに ART が入るらしいんで。はい、こんな感じで61枚。まあ ART とか入んないよね。はい、61枚か。お、これはスイカか。うん、はい、現在レギュラーから178ゲームです。はい、残念ながら3枚目。あ、いや、初打ちにしてボーナスが重たすぎる。やっぱりね、去年のディスカップの相性が2になってもこうやって引きずってんのかな。
しょう。チェリーで発展どうなんだろうね。バーの滑ったのは関係ないかな、うん、おお当たってた。バーの滑ったのが入ったら分かんない。チェリーから466、はい、今赤7狙ったんでビッグだと思います。投資はちょうど30本、ビッグだからどうすればいいんだろう。赤7でも狙ってみようか。赤7だった。はい、投資はちょうど30本、30本頑張りましょう。ビッグ重たいんでこっから頑張ろう。はい、3回失敗で28、全然ダメっすねこれは。ああ、じゃあ入れよ。入らない。これはダメな波ですね完全に。プラボン、今日初めてのプラボン。まあ初打ちだね。赤7上段あたり狙ってみますか。1コマスフェリでそのまま、まあ熱くないんでしょうね。右適当、ビタのこの位置か。どうなんだこれ。リーチ目にはならない。外れ、あ、入ってる。トクリップっぽい、トクリップらしいよ。トクリップ、どのトクリップだろう。まあいいや、159。いや、なんとか持ちメダル。これは青菜が滑ったと思うんだけどね。リプレイか。オッケー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 。これでビッグ。ああ、どっちを狙った方がいいんだろうな、この場合な。分かんないな。黒まだ引いてない。はいはいはい。ああ、こうなれば一応メダルを増えるのか。赤7。さあ、よし、なんとか持ちメダルで引いたんで頑張りましょう。うん、まあ3回ぐらい失敗して、まあ3リールのやつとかもあって、今日1で頑張って81。じゃあここ入れて波やと思ったけど、入んないんだよ。5回に1回しか入ってないもんね。こういうもんだよね。はい、現在スタートから2000ゲームというか2010ゲームですね。はい、経過しました。ビッグが、5回で402分の1。あ、レギュラー1回。はい、2010分の1。はい、ボーナス合算で335分の1。あー、重たい。はい、まあとりあえず朝からダメダメで、まあ投資30分、3万円使って、今ビッグ終わって ALT 終わって300枚ぐらい。はいはい、初打ちでとりあえず今のところ全くいいとこないですね。まあリーチ目もどうなんだろうって、まあなんとなく打ってる、まあ打ってるんで当たってないけど、これが外れ目なのかどうなのかなんとなくですけど、でもまだ全然わかんない。ていうか全然楽しめてない。うん、全然楽しめてないんで、まあディスカップ2初打ち、まあ、朝がこんなんで終わらないと思うんでね。まあディスカップらしい熱いリーチ目とか、あとは荒波、うん、AT 中に当てたいですよね。まだハイパービーク引いてないし、そもそもダンスタイム1回しか入ってないんで、うん、まあこんなんで終わることはないと思うんで、この後ですよ、この後、ここから。はい、現在290ゲームです。まさかの4枚目。あはー、俺が打つディスカップは1でも2でもやっぱりこうなるか。
入った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 、これでリーチ目だ。335ゲームどうだろう。あ、よかった、これでビッグね。投資は33本ですね。黒はまだ引いてない。メダルが減る、メダルが減るんすよ。さあこっからそろそろ連チャンというか、連チャンというかなんか見たい、見たいっす。1回失敗、3リールの1回だから2回失敗か。45、よし逆回り入れようぜ。あ、久々に入ってくれた。さあシンディレとか6号機でも会いたいけど、あ、これは晴れか。はい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 、ん、今パシューンでストップ言って、ストップ言ってないかな。これスイカ外れだから、これ入ったね、入った。32ゲーム初めて AT 中に枚数減ってる。はいはい、レギュラー、まあ、ダンスタイムもらえるんで。はい、現在なんと545ゲームです。まさかまさかの5枚目。いや初打ちきついっす、きついっす。あ、これはリーチ目っすね。やっと入った。744ゲーム、いやハマるな、ハマる。音符音符ガシャってなんのかな、ガシャってガシャガシャならないんだ。いやいやいや、ハマるこの3枚が。あ、青7滑ったけどどうなんだろうこれ。リプレイ。ダメだこれ、ダメだこれ。あ、これ一番初めに見た目、リーチ目になるやつだよね。40ゲーム VB スイカなんかあんの。あ、でもそうか、3枚がけスイカの拳じゃないよね。スイカないと思うんだよ、あんのかな。これでビッグのはずです。はあ、はあ、はあ、初めての黒ビッグかな。投資は投資、あれ5枚目入れたんだ。48本です。48本、頑張りましょう。早いな、一発目は早いな。まあ1回失敗60、慣れてくれば頑張った方だと思うけど、さあそろそろ楽しみたい。よしよし、そろそろ持ちメダルで、あの、楽しませてください。お、シンディ、シンディ、シンディ来た、初のシンディ。今キャラリン、キャラリン。まあこのシンディ頑張ろうよ。
外れてる、リーチ目だ。一万役だって、一万役。一万役、じゃあ今入ったんだな、182。あ、久々に持ちメダルで当たってくれたけど、これどうだろうね。はい、はい、はい。二角だな、これは。200ゲーム残りメダル24枚。どうなの、どうなの、ビッグが欲しいけどね。そのまま揃っていいよ。はいはい、揃わないです。そりゃあ、でも VVB か。ガチャガチャガチャで V 赤棚否定、うん、仕方ない。ダメだこれ、ダメだこれ。はい、勝ち、外れ。はい、現在レギュラーから132ゲームです。はい、まさかまさかまさかの6枚目6枚目とかめっちゃ久々なんですけど、いや、まいった。いや、5万使って最高メダルが340枚って、ディスカップどんだけバージョンダウンしてんの、これ2になって。何これ、さすがに今までのね、ディスカップを5万ぐらい使えば、こうちょっとは見せ場、まあハイパービッグ引いたりっていうか、持ちメダル追加投資しかしてないんだよね。メダルが金を使うだけの機会になってるんだけど、さすがにこの6枚目でなんとかしないと、てかもうなんとかならないと思いますが、これは入っていいんじゃないの。ああよかった。393ゲーム。まあまあまあ、まだレギュラーボルス。青7でいいんじゃないの。チェリー、ハハ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 ハ7枚目。はい、もうよくわかんないし、なんでこんな金使ってるかよくわかんないし、なんでディスカップ2発売でこんなにビッグ引けないのかよくわかんないし、はい、とりあえず7枚目、今日僕持ち金7万円なんで、はい、これ最後かな。あ、また同じ夢だ。これはまた入るやつでしょ、赤のな、さっき狙ったのは。はい、93ゲーム、さっきこれでレギュラーだったけど。あ、よかった。はい、投資止まった。投資は、あ、大丈夫だよ、11枚あるから。はい、でもまあ、まだ6万1000円、まだじゃないけど6万1000円なんで、
6万1000円。どな、赤菜の方が多いかな。え、何これ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 、え、移植ってことかな。クレジット2枚しかないな。移植ってことなの。移植ってことだよね多分。はい、一緒のビッグ。よくわからん。ああ。で、一色ビッグも上乗せはある。で、2枚しかないから回んないとはこれひどいよね。はい、投資は62本数。ああ、そう。一色でもこれレディー言ってくれる。まあ1回失敗で70頑張った方。さあ6万2000円使ってるんで見せ場を見せ場を。はい、入らない。はいはいはい。本日初めて立ってきた。あ、赤い赤い赤いっすよ。ほら赤いの熱いじゃねえの。さあ、お、ボーナス。赤いのボーナス来た。さあ、ハイパー、本日初のハイパービッグのチャンスだけど、49ゲーム。まあもう右からいっちゃっていいんだよ、ボーナスだからね。よかった。外れた。外れた。外れた。初めて。ここだ、初めてハイパービッグ。どっちだろう。黒かな黒かな、黒でいいんじゃない。 OK、 ようやく初めてハイパービッグ引けました。6万2000円でハイパービッグ。ハイパービッグは一緒でしょう。はい、ディスカンプス人生初めてのハイパービッグは24ゲームです。全然乗らねえ。なんだこれ。あ、でこれが出るってことだね。はい、ここで終了。本日初のハイパービッグを引いて464枚。本日の最高出たわ。これで7分の1ぐらい取り返したか。あ、しかしあの AT 中のパシューンが全然スイカもあるんで、なんか熱くないですよ今までと全然違って。はい、現在458ゲームです。今日一で頑張ったメダルが秒でなくなりました。いや、まいった。まあでも、はい、次のボーナスか7万円まで頑張るか。まさかのまた追加投資は6万3000円目。なんか隣ではなんかあのダブルアップダブルアップ BB とか引いたりしてて楽しそうなんだよな。全然俺の台にこの楽しいのが来ないんですけど。さすがにこれは入ったでしょう。497ゲームまあ9枚で入った、9枚じゃないか、これ10枚か、10枚で入ったと思います。おなら滑ったよ。はい、投資は6万4000。おお、6万4000。ここで初めてダブルアップ、ダブルアップ来た、ダブルアップ来た。よし、6万4000使ってるけど、ダブルアップ、ここ、これ、これ頑張りましょう。名刺頑張ろう。どうなる？5の5で100いった、100いった。 OK。 さあ、ダブルアップなんで100に
2回失敗したのもったいなかったけど、いや今日一で面白い。はい、入らない。あー入ってほしいよな。波が来ないと勝てないよこれ。勝てないというかもう勝てないか。テラフォン青7ビタでここで止まっちゃったな。まあスイカっすよね。おおおスイカ、スイカ外れたから入ったでしょ。青7否定か。青7否定はちょっと嬉しくないな。222。どうしようこっち。まあ狙ったところ青7否定だもんね。おお14って言った。奇跡的に持ちメダルでビッグが。よかった。持ちメダルでビッグとかな、奇跡だもんな。もう、まあ1回失敗36。いまだパーフェクトないけど、乗るときと乗らないときの差が激しいね。はい。じゃあこの辺でもう1回楽しませて。うん、まあリーゼントなら。これは熱いやつですよね。オッケーオッケーオッケー。いい順位になってる。197ゲーム。あそっか、ここに来て、ここに来てちょっとスロットっぽくなったけど、あすぐ出たからすぐ揃いやすいんじゃないのこれ。揃いやすいって言ってレギュラーでした。はい、現在195ゲームです。はい、メダルなくなりました。はい、ディスカップ2初打ち、どんだけ頑張ってもメダルは出ませんでした。はい、さすがに力尽きてもう打てないです。終わります。はい、大負け終了。はい、データこれです。まあこのボーナス確率じゃそりゃ6万4千負けますよね。はい、3000枚吸い込みますよ。はい、グラフこれです。はい、とりあえず全くいいとこなし、いいとこなし、何も言えないです。はい、今日めちゃめちゃ楽しみにしてたんですよ、ディスカップ2初打ち。この仕打ちか。まあディスカップなんでこういう日もあるけど、まさか初打ちでこうなるとはね。まあはい、しょうがないです。まあ僕の引きが鬼弱いと考えるしかない。はい、本日1月26日ビッグマーチ西川田店さん。はい、僕はダメダメでしたが、はいはい、相変わらず設定入ってましたよ。今日はあのめっちゃ熱い騎士、花火とかバーサス5号機、あれめっちゃ熱い騎士だったね。すげえ出てた。まあ向こうも打ちたかったですけどね、今日はやっぱり信頼打ちたいなと思ってこっち打ったらこれ。はい、まあそこが失敗、まあしょうがないですね。はい、詳しい出玉状況の方はマッキーさんのスロット日本の方で報告があると思います。いやー、ではディスクアップ2初打ち初実戦、まさかの一つもメダルでない6万4千負け、3千枚吸い込んだ。まあゲーム性としては面白いと思いますよ。ダブルアップとか僕も一回他の台も出てたり。でもどうなんだろう、ボーナスがめっちゃ重たい気もするけど、たまたまかな。まあとりあえずしょうがないっす。まあ明日編集して、僕は明後日また実戦なんで気持ち切り替えて頑張るしかないっす。まあディスカップ2もちろんあのリベンジしますよ。もうこれは悔しいんでリベンジします。近いうちにもリベンジしたいっす。はい、大負け、お疲れ様でした。
さすがにこれは入ったでしょ。497ゲームまあ9枚で入った、9枚じゃないか、これ10枚か、10枚で入ったと思います。投資は6万4000、おお6万4000、ここで初めてダブルアップ、ダブルアップ来た、ダブルアップ来た。